おはようございます。西田渡です。えー、11月1日になりましたね。えっ、ー、と11月1日月曜日ということでね、いかがお過ごしでしょうか、皆様。今日はね、東京非常にいい天気で、えっ、ー、と気候も良さそうですね。えっ、ー、と最高20度、最低13度でずっと曇りか。昨日ね日曜日だったんですけど、ちょっと雨が多くてね、本当はハロウィンの ね、撮影とかも結構したんですけど雨でねいまいち撮れなく少なかったなっていう感じが否めなかったでもこればっかりねもう天候のことはしょうがないのでそれはそれでやっていくしかないっていうことでねなのでまあえっ、ー、と11月でしょだからあとは2ヶ月で今年も終わりってことで早かったですねまあでも緊急事態宣言も明けましたからね本当に僕自身も明日から11月2日明日からえっ、ー、とカフェ カフェフレイムスフレイムス中目黒で写真展示します主にこちらカラブ東京と、えー、写真集ゲイズボリューム1のこの2つの作品を中心に展示しようかなと思ってますので今日の夜ね えー、あちらの写真とかもう届いた写真とかこうくぎゅってかけていきますのでぜひねお茶や、えー、食事がてらねフレームス中目黒お越しいただけたらと思います概要欄にね詳細お店の詳細が食べロうかな貼ってあるのでそちらをご覧いただいてお越しいただけたらと思っております11月2から11月30まで1ヶ月間やってますのでねいいタイミングで、えー、とお越しいただけたらお友達とかねお誘って 誘って、えー、食事があとはこちらですね。と同時に、そちらの、えー、とフレームス中目黒でこのゲイズ Vol.1 も直接販売いたしますので、ぜひね、現金のみの販売になります。で、まあ僕がもちろんね、いなくても店員さんにね、このゲイズありますかっていうふうにお声がけいただけたらあの購入できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたしますということですね。はい。ということで、 今日は、えー、と結構もうコンデジでいいかもしれないっていう話をしようかなと思います。<laughs> まあ散々ね、えー、最近だとニコン Z9 が発売されたり、えー、いよいよ11月なので今月末にはもうね、いよいよ R3 が発売されるっていうことで、まあ手元に多分来るでしょうと。っていう時に、まあもうカメラってすごい進化してますよね。まだこうやって収録しているムービーに関してはね、まだまだ進化の余地が、おそらくはここ3年で 12K。 とかまで撮れる時代がこの3年ぐらい,では来るのかなというふうには思っているんですがかたやこのスチール写真こうやって撮る写真に関しては僕は結構あの、まあ、もちろんね業務用途では R5 とか今後も R3 を使っていくと、まあ、そのために R3 とかも導入したり皆様にもね紹介したいので機材を導入するんですがかたや いろんな機材で撮っていくんですけど僕はこういったゲイズっていうものをね写真集を3ヶ月に1回ずつ出していったり、えー、写真展をねやっていくっていう中では、まあ、基本は僕現状ではスナップを主体にやっていくってなるとやはりこの辺のコン,デジコンパクトデジカメで力を発揮してるよなっていうふうに思っている次第なんですよね特に最近ではこの RX100M7 a r k ですねこの 24200mm 換算のレンズが入って1インチのセンサーが入ってローデータが撮影できていてこの辺のバランスが最近の僕にとっては結構絶妙なところでしてレンズ自体はね暗いんですよ若干2.84.5っていうところでねですが ISO6400 ぐらいまでギリ使える ISO1600 ぐらいまで十分使えるってことを考えるとそこそこの室内でね 100分の1とか60分の1ぐらいまでシャッタースピードを落とせばそこそこ取れますしさらに言うとなんか最近ではねもうちょっと僕のこういった作風ではちょっとブレててもいいじゃんみたいな感じにもなってきてたりとかしていてん現状の僕のね今この2021年11月1日現在の僕のマインドではコンデジなのかなっていうふうになったりしてます。ですが これ言っときながら結局月末に R3 とかが出てくるといややっぱ最先端のデジカメはすごいですよとかつって R3 をねこのスナップ写真用にもガンガン持ち出してる可能性もあったりするのでこれはえっと一時的な一過性のものかもしれないっていうところでのお話としても聞いていただきたいというところですがえっとこれ今日何が言いたいかっていうと振り幅ですよね R3 のような最先端の本当に振り切ったカメラも使いながら こういったコンパクトなデジカメを使うことによって R3 で撮れることそしてこのコンデジだからこそこう気持ちよくサク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 撮っていけることっていうねわざわざ覗いて撮るというよりもこうやってスッて何の気なしにこうやってスッて撮ることによる撮れ高っていうねまた全然違う自分の視点とか目線が写真としてね上がってくるっていうことでその振り幅を楽しむっていうことが。 いいのかなっていうなうなお話なんですよ、ね、なので僕の場合はこういった自分のゲージというところで人がなかなか僕はこういうふうに見たんだっていう視線とか視点を提案するには今はねコンデジでどん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 撮っていくのがいいのかなと例えばカラオ東京にしたって GR と 5DSR とっていうところでの組み合わせなんですけれどもその辺がねこうやってバーッと入っていたりまあ R6 で撮った写真とかもありますがそういった意味でねあの 究極カメラはあのー、何だっていいっていうところにもたどり着くんですがそれぞれのその何だっていいっていうのは逆に言うといろんなカメラを経験したからこそ、まあ、言えるセリフでもありますのでねなので経験していないのに何だっていいって言ってしまうとただ単にそれしか使ったことがないっていう、ね、結果になってしまいますからあくまでもそれはねいろいろ使った上で何だっていいっていうふうに言うのは健全なのかなというふうには思っておりますし僕もね根本的なマインド自体は えと本当にカメラは何だっってていいと思ってるんですよ、ね、その自分がどう見て物をどう見てどういう風に写真を捉えたかその物事の心理を捉えたかっていう方が重要なのでねそういったところを大事にして、えー、写真活動に取り組んでいくとその流れでやはり新たな技術革新とかね R3 とか Z9 とかそういった技術革新を目の当たりにしてそれを享受することによって技術の素晴らしさそしてやはりこういったコンパクトな カメラによるこうフレキシブルな撮影の素晴らしさとか、そういった意味でいろんなね写真表現を手に入れていきたいなっていうふうに思っている次第なんですよねなのでいずれにせよただこれからのコンデジの世界っていうのは要はもう完全にこことバッティングしてますよねこの iPhone とかえっ、ー、とまたエクスペリアとかねそういった世界とバッティングしているので果たしてこのねコンデジっていうところがどのぐらいね 今後開発されるかっていうのが難しいところではあるんですけれどもでソニーも最近だと Xperia でしたっけもう1日のセンサーを入れてきたねそれでもでも18万20万弱してるので値段的にはちょっと高いとそういった問題はコストの問題ありますけれども、まあ、Xperia のこう、ね、横のシャッターの部分とかも結構大きくなっていて比較的コンデジっぽく作ってきてたりですがやはりこうユーザビリティこうこう握る部分ただこれ,これはね ここの部分は RX100MX でもこれ別売りだったりするのでここは何かちょっと頂けない部分も多少ありますけれどもまあこう指がかりの良さシャッターレスポンスとかこういったところですよねこの辺はやっぱりねコンデジにはかなり部がありますからねそういった意味であのー、携帯とはまたね携帯もやっぱりね iPhone で写真撮ろうかって言ってもやっぱりここでね押すとか、まあ、ハードウェアもあ,ありますけれどもうんやっぱりそういった意味ではねで iPhone の写真素晴らしいんですけども、実はねこの Gaze v o l 2の方にもね iPhone の写真が結構入ったりはしております。なのでそこもねあのライカで撮った写真の横にえっ、ー、とこの iPhone の写真が入ってるとかっていうそういったところもね楽しんでいただけるように Gaze はね作っておりますのでまた新たにこちらの写真集もね Gaze v o l 2も解説しますがコンデジだったり iPhone だったり えー、R5 だったりライカだったりとかどのカメラで撮っても一つのこの流れ写真の印刷になった時には写真は写真であるみたいなところにたどり着けるっていう面白さもありますからぜひともこの、えー、と写真集ゲイズですねフレームス中目黒にて販売しますのでまだお手に取ってない方はぜひともねご覧いただけたら嬉しいかなと思っておりますのでねぜひともよろしくお願いいたしますというところで、えー、と今現状僕のマインドセットとしてはコンデジ やっっぱりいいいよねっていうサクッと入れておいてあと思った瞬間に撮影できるでさらに言うと1インチぐらいのセンサーサイズでパンフォーカスも比較的作りやすいそしてローデータが取れるっていうところでできるとで2 4 2 0 0、mm、ミリっていう約8倍ぐらいの89倍ぐらいの、えー、と高倍率ズームがあれば僕の中では現状今ほとんど取れないものはないかなっていう感覚がありますそれ以上のクオリティとか高精細感を出す時にはねやはり この辺が。 この辺のカメラでバチッと撮ればっていうところにはなりますけれどもまあいずれに僕の場合はねもう本当に振り幅の大きい写真ライクフを送るためにも最先端の R3 などを触りながらそしてコンデジとかねそして携帯 iPhone とかのコンピューテーショナルフォトグラフィーというところもこれからもどんどん追い求めて振り幅の広い、えー、写真表現を求めていきますのでそういった自分が感じた体験したことを皆様にねフィードバックとしてこのサブチャンネルそしてメインチャンネルを通じてこれからも、えー 報告していこうと思いますのでこれからもぜひ、えー、ご覧いただけたらと思っておりますでは明日からのね個展、えー、ゲイズですねこちらのゲイズの個展フレームス中目黒にて開催いたしますのでぜひともよろしくお願いいたしますというところで今日もスカイカかにお過ごしください西田あたるでしたどうも